さんこんにちは、ようこそドラスコ TV へ、私ドラスコ代表藤岡です。今回もよろしくお願いします。ということで今回はですね、ザ・イエローモンキーのバーンという曲の A メロ部分のリズムパターンをレクチャーしてみたいと思いますので、最後まで見ていってください。それでは早速どうぞ。ということで、今 A メロのパターンを見てもらいました。では早速やっていきたいと思います。ポイントその1です。まずは下半身のしっかりした安定感ですよね。絶対にやっぱりロックとかポップスっていうのはバスラが主流になってるのと、あとは四分音符を打ってるっていうこと自体がもう土台になるようにしっかりしましょう。その上で手が動くっていう風な形ですね。で、まあ、ここでは右左右左っていうプレイをしているので、まずここがしっかりとした演奏というか安定したリズムが出せるようにしましょう。でこの時に体が揺れないようにね、一番これが一番ですね。だいたいそうなる原因のほとんどっていうのは足 が早く上がっちゃうんです。そうするとやっぱりしっかりとしたリズムも、まあ、音量も、ね、しっかりとした音も出ないし、体がぶれて手が打ちづらくなってしまうと。なのでここは体が上半身がぶれないようにしっかり打てるようにしましょう。でそのためには先ほども言ったみたいに足が早く上がっちゃうっていうのもギリギリまで待って打ちましょう。なので右足も左足もどっちどっちじゃなくてどっち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 、ね、ギリギリまで待って素早く打ちましょう。であとはもう一つは、僕は結構右足を長く歌って左足をタイトに歌うかな。どっち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 、そうするとバス座の推進力も加わる感じになるので、ね、なのでどっちっていう風に心がけて練習してみると結構安定してくるんじゃないかなと思います。それではポイント2です。ザン、どこかに楽譜が出ていると思いますけれども、この足の上でこのスネアでいいので、この手順でこのリズムパターンを打てるように練習してみましょう。ちょっとやってみますね。あとはしっかり右、これをやってる時には右足と左足が揃う、手とね揃う部分をしっかり意識して、最後の左手、最後は左手で終わるんですけど、それ以外基本的に右手が足と揃うので、ここはね、なのでそこの縦軸をしっかり重なるとこを意識しながら、ちょっともう一回やりましょうか。これができたら今度はタムに移行していくんですけど、右手はフロア置きっぱなしで大丈夫です。ずっとここ同じです。で左手は一発叩くごとに移動していくと思うと結構すんなりいくかな。ここから始まって一発打つごとに移動していく。ちょっと手だけやってみますね。結構すんなりいくと思います。であとはしっかりタムは真ん中狙って叩きましょうね。でやっぱり外れると音がね、これだけ違ってくるので、やっぱりいい音で
やれるようにしましょう。でこれができたら先ほどの足とくっつきます。という風になりますので、やってみてくださいでした。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ザ・イエローモンキーの番でした。これのね、あのデモ演奏もありますので、よかったら見てください。URL は下に貼っておきます。ということで、それではまた、バイバイ。